伊藤のの天下の一大事おはようございますすカステルですこの番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役社長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。 今日は伊藤社長にはスカイプを使ってリモート出演していただきます。伊藤社長、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。よろしく。初めて伊藤製作所社長室を覗いております。<laughs> はい。後ろに何か写真出てますね。 僕の好きなね櫻井よし子さんですねこれ講演会か何かですかええー、対談をしましたねほう。言論テレビインミエっていうタイトルだよねはいこの時はどういうお話をされたんですかやっぱりあの政治の話が多かったんですね tpp とかうん。 近隣諸国の諸問題とかですね櫻井義子さんが得意の分野で話をしましたけどそうですか伊藤さんの著書「日本製造業の交代は天下の一大事」にも帯にそうですいただきましてね櫻井さんから、はい、これ2回連続で前回もいただきまして。 伊藤ささんんんから見て櫻井さんはどんな方に移りましたかなんかにこやかなお顔をされて言うときは、ビシッと言ってね、中国の外交官もたじたじだったようなことで、はい、でも実際ね、僕から見て、あの方の考え方は、やはり日本の国を愛してるっていうのが正しいと思いますねまあ愛国心っていう言葉が、一人歩きしていろんな意味に取られるっていうこと、あると思いますし、まあ、愛していない人は、 なかなかいないかとは思うんですけれどもね、愛し方の違いっていうのは、様々ですよねそう,そうですね、愛してるからこその歴史的なこととか、地政学的なことも含めて、ビシッと確信をつきますからね、聞く方については、厳しく聞こえるかも分かもりませんね、はいまあ、それぞれ国を思う気持ちが今、ぶつかり合っている世の中、そして伊藤製作所では、フィリピン、そしてインドネシアにも、 いろいろと広げているという中で、そこから見えてくる世界っていうのもあると思いますけれども、そうですね社長がいらっしゃる社長室っていうのは、そういったものが情報としていっぱい集まる場所でもあるんですよねいやでもないですけどね、ここはまあ皆さんの遊び場みたいな感じで。そう聞きましたよ、あのそちらにお邪魔した東海ラジオレポートドライバーたちから、いい空間だと。 あそう。スカイプの画面には映り込んでいないですけれども、社長室にはどういうものがあるんですか、うん、トレーニングマシン、ウォーキングマシンとかですね、自転車、あと、陛下からいただいた品々とかですね、いろいろ遊び道具が多いですね、<laughs> ダチコンのヘリコプターとかですね、小さな。<laughs> これはすみません、普段どういう使い方をされてるんですか時間が空いたらもう自分のの趣味をこの部屋で いろいろやるんですけど <laughs> うんまあ、健康維持っていうことも大切ですよね。暇な時間が僕、あんま好きじゃないもんですから、うんちょっと時間があったら何かやってみたいっていうようなことでですね、はい、結構、あのマジックの道具がいろいろあちこちにありましたね伊藤社長、<laughs> マジックも得意でね、よく見せてくれるんですけれども、<laughs> そうですか、まあ、自分の健康のためであり、ある意味、福利厚生の場と言ってもいいでしょうかね。 そんな感じですね、ええ、皆さんが楽しんでいただく場所ですね、ここは <laughs> ちなみに伊藤製作所の社員の皆さんは、社長室、結構訪れるんですかいやー、僕はねあの、特に若いフレッシュな社員に来てもらいたいなと思っても、なかなか彼らからすると、敷居が高いみたいでね、うん来るっていうのはあまりないですね。わかかります確かにね <laughs> 社長室入ろうと思うとと思 まず絨毯の柔らかさから違うとかね、普段仕事してる場所とは雰囲気が違うとか、社長室行ったら、あいつはごまをすりに行ったんじゃないかって言われるとかね、そそうそう周囲にも気を使うとかです、そうですね、<laughs> こちらがたまに呼ぶと、ですね何か怒られるんじゃないかなっていのは、神妙な顔して入ってきますから、それもね気の毒だ,よね <laughs> だからね、社長の方から社員との距離を縮めたいと思っても、なかなか難しいところがありますよね。 そうですね本当にね、開けっぴろげで気楽なおじいさんだっていうふうに僕は思っても、やっぱり無理ですね、これは。会社にいる限りは。これはね、<laughs> 双方が、いや、特に社員の側が一目置いてしまうっていうところがあるのかなとは思いますが、そうですね、仕方ないですね、これは。伊藤の天下の一大事 今日は伊藤社長が大切にしていらっしゃる、社員を大切にする経営についてお伺いしたいと、はい、まあ、はい、社員を大切にする思いっていうのは、少しでも多く、幅広く伝わってほしいですよねそうですね、社員のを大事にする、まあ、してきたつもりが、結果的には、まあ、76年間、会社が作った。 中の大きな要因かなというふうに思っておりますから、まあ、今後もね、僕に限らず、当社の,あの参謀にもね、やっぱり部下を大事にしてやってほしいよということを今、しっきりに伝えておりますけどね。伊藤製作所という会社が76年続いてきた中には、ピンチの時もあったかと思うんですね、ではいはい、ピンチの時って、企業でも人でもそうだと思うんですけれども、 人を考えるのか、うん、お金を考えるのかっていうような、そういう分岐点に立つことってあると思うんですけれども。はいはいは、いいいいはいはいあうん、そういう見方があるんですね、えー、ははちょっとそれは今まで思ったことないんですけど、二三、はい、ピンチを思い出しますと、やはり、うん、お金についてのイメージはなかったですね。はー なくやっぱり人がまあこれ以上、彼らにも迷惑をかけて悪いなとか、いやいや、頑張ってもらいたいなとかね、うん、フィリピンであった大きな問題の時は、本当に僕が思った以上に皆がよくやってくれたっていうなことで、そういうことがある時にですね、はい、普段僕自身が見てないその社員のたくましさ、力強さを、そういうピンチの時に分かると、うん、いうことが、2、3、過去にありましたね。 ああ、そして伊藤社長。ご自身も若い時に営業しながら苦労された経験がたくさんありますよね。それはね、僕に限らず、当時の我々の時代はほとんどの人が。 そういった苦労をしておりますね、うん、時代でうそういうと、ね、1960年代70年代この辺りになるでしょうか6 5年の悪い時期からスタートして、うん、まあこれで20年間は本当に必死でやってきましてね、うんはい、まあしての当社があの金型という最先端というか まあ、産業の要になるような仕事をしたということになりますと、はい、どうしてもお客さんは愛知県が多くなりますねうんで三重県の我々の状態はやはり愛知県から見てかなり地方とか田舎に見えて、はあ、よほどの何かいいものがないことには見ていただけないとかあるいは額罰のこととかですねあるいは僕のいとこが。 伝送さん、豊田さんに勤めるんだから、うん、その顔をちょっと利用して、ご紹介いただくとか、えー、こういった動きが三重県の我々には取れないんですねなるほど、東海三県っていう形で同じかなと思うんですけれども、じゃないです,じゃないですそうなんですね。あのね本当か嘘か嘘知りませんが、えー 江戸時代に長良川の堤防が、はい、愛知県側が堤防3 0センチ高いんですよ三重県側が30センチ低いんですん三河の殿さんの力が桑名の殿さんより大きかったから<ぁ>洪水になった場合に三重県の方にあの濁流を流せとこんな感じじゃないでしょうかいわゆる基礎山線と呼ばれる川によって愛知県と三重県は県境が、はい れれておりますけれどもよく考えたらそうです、ね、隣同士であってもあれだけの太い川を3本越えていくっていうところはやっぱり違いがありますし言葉の違いもね比較的三重の場合は関西に近いそうそうえ名古屋までは30キロ、うん、大阪までは100キロ以上にあるのに、はい、どうしてわれわれ大阪に近い関西弁なのかということで無事だったんですよ。はい、それが 歴史を見ますと、やはりその100年前まではその大橋がなくて、あの川を船で渡るというのは大変なことで、それよりも歩いて大阪へ、あるいはあの汽車に乗って関西、大阪へということで、三重県人のビジネスの相手の中心は大阪だったんですね。 そそれこそ宮の渡しで海を渡っていったことを思うとやっぱり陸続きの方が近いなっていう感覚はありますよねすす、はい、高度経済成長期今振り返るとものづくり日本で伸びていく時期に伊藤社長は随分苦労もされたということですね。はいはい まあ、もちろん当時は苦労とは思わなくて当然だというふうに動いておりましたけど、えーまあ、その当然と思っていたあの時の気持ちを今の当社の若い営業ですね、うん、その気持ちの一端を持ち続けてもらいたいなということを思っているんですけど、はい、すなかなかその周辺の事情が良くあえてわざわざその苦労しなくても。 会社の方も回ってるような状況にな,なりつつありますのでうんそんな中で伊藤社長が社員に対して伝えたいことが野との精神それなんですよ野生の鳩そうなんです会社っていうのはやっぱり上り坂下り坂に、うん、まさかっていう事態がありますねはいまさかとはそのコロナウイルスが 全国、世界的にとか、うん、あるいはお客さんの方が、えー、海外に当社の大きな仕事をシフトされたとか、はい、円高になったとか、うん、あとは台風とかそういった天災もありますね、はい、そういった時にそに会社が大ピンチに落ち込んだ時にいかに自分の力で餌を拾いに行く 気力がある社員を普段からその温め続けたいって僕は希望なんですが、はい、これ野とに対する言葉として「伝書鳩」そうそうそうえー、っとあまり営業に行かなくてもお客さんの方から毎年毎月仕事をいただけるという非常にありがたいお客さんには感謝しきれないような。 状況になったたことはありがたいんですけど、はい、それによって当社の社員がね、うん、仕事がない時に自分で餌を探しに行く能力がなくなって時間さえ来れば餌をもらえるんかなっていうようなことが僕は非常に怖いっていうふうに考えておりますけど考えすぎでしょうかねこれい,いえただ伝書鳩であるうちはノバトの精神は持ちにくいと思いますが常に心の中にどこかに持っておくっていうことなんですね。 そうですどこかでも行ってもらいたいですね、はい、伊藤社長また来週もよろしくお願いします続きは来週伺いたいと思いますわかりましたはいどうも番組では伊藤社長の最新刊「日本製造業の交代」は天下の一大事を抽選で毎月10名様にプレゼントしていますご希望の方は番組の感想1行2行で結構ですあなたの住所氏名電話番号を書いて ITO アットマーク都会ラディオドット CO ドット JP までお送りください当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます伊藤住夫の天下の一大事出演は株式会社伊藤製作所代表取締役社長伊藤住夫さんお相手は原子カステルでしたまた来週